こんにちは、高橋優です。明けましておめでとうございます。2020年になりましたね。すごい。いやもう今年はもうオリンピックもあるし、私の子供生まれるし、いやもう本当に個人的には本当に大きな1年になるなっていう感じなんですけど、皆さんはどんな1年にしたいですか？素敵な1年になりますように、はい。まあ、個人的にはまあやっぱり母になるということで、でも本当にカウントダウン始まってるんですよ。来月にはいるので、なのでまあ母として強くたくましく自分の子を育てていきたいというのもそうですし、まあ、早いところ高橋優としてお仕事も再開して皆さんの前に現れられたらいいなみたいなっていう思いはあります、まあ、あとは YouTube の更新をたくさんしたいなっていう感じですね。2020年は皆さんぜひ見てくださいね。じゃあ今日は私が普段持ち歩いているバッグの中身を紹介したいと思います。本当多分子供産んだらまた持ち物変わってくると思うので、妊娠中の私の普段の持ち物っていうのは本当今だけだと思うので、ぜひ楽しんで見ていただければ嬉しいです。それではどうぞ。じゃあ私のバッグこちらです。これはマーク・ジェイコブスのリュックサック、ミニリュックなんですけどパンパン冬だからいろいろ必要なものが今あって持っちゃってるんですけど、このリュックは夫のヒロ君がアメリカに行った時にお土産として買ってきてくれたバッグです。もう本当にお気に入りでいつもこのリュックばっかり使ってます。まあ赤ちゃん産んだらしばらくこのミニバッグ使えないかもしれないんで、それまで大切に使えます。まあ、マタニティマークもしっかりとつけて、これで本当に電車とか乗ってても心優しい方が席譲ってくれたりとか、階段とか登っててもすごいこうゆっくり行ってくださいねみたいな感じでこうアイコンタクトしてくれる方がすごい多かったりして本当に助かってます。じゃあ中身を見せていきますか。じゃあまずは持ち歩いているタンブラー、この中にはノンカフェインのハーブティーが入ってます。で、ママ友、まあ、私まだママじゃないんですけど、ママ友がくれたすごい妊婦にいいハーブティーがあるみたいで、これを飲むとなんか赤ちゃん産むのが平均9分ぐらい早くなるみたいなっていう噂があるティー、ちょっと効果あったらまた次回かまあいつか分かんないけどお知らせしたいなと思うんですけど、まずこのティーを持ち歩いて、冬外寒いからこれを持ち歩いて飲んでます。サングラス、プラダのサングラスを愛用してます。こちらこんな感じです。やっぱ普段撮影に行く途中とかはやっぱすっぴんで行ったりとかするんで、その間はやっぱりサングラスしてちょっとでもおしゃれに見えるようにこれで過ごして、まあ、これを持ち歩いてるっていうのと、これが私のお財布ですね。ちょっと汚れてるけどエポイっていうブランドのお財布、ちょっとカード恥ずかしい、これイニシャル入り見えます、見える Y.U 見えるかな、これ Y.U 私のイニシャル、これは実は結婚する前にイニシャル入れてて YU だったら U でそのままだしみたいな、で結婚したら U 浦部だしみたいな、どっちも YU だと思って入れました。今日の所持金はマジで1555円、今日1555円しかないんで現金全然ない。でこれがいつも使ってる財布で、こっちがカードとかスタンプカードとかポイントカードとか映画館のマイレージカードとか、まあ、ヨガのカード、診察券を入れてるカードケースです。これはバレクストラというブランドのカードケース、大好きなカフェのスタンプカードがいっぱい入ってます。母子手帳、ちょっとこれ表見せたらあれな、ここを隠せばいいのかな。母子手帳は持ち歩いてます。去年の末までは別に持ち歩いてなかったんですけど、本当いつ何が起こっていつ生まれてくるかわからないっていうのがあって、今はもうしっかりと母子手帳を持ち歩くようにしてます。で男の子の名前本、これね、うちの子性別が男の子って分かって
名前をもう本当もう決めないといけないんですけど、本当に今ね1個だけ候補あるんですけど、本当にそれでいいのかっていうので一応ギリギリまで悩もうっていうのでこれ持ち歩いてるんですよ。でこの分厚い本がこれに入るとすごくないですか意外と入るんですよこのリュック。これいろいろ悩んでるんだけど、どうやって名前って決めるんだろう。全然決められない。いいっていうやつあるけどそれでいいのかな。これを持ち歩いてなんかちょっとカフェしながらいろんな名前見て、あこの響きいいなとか、あこの感じいいなとかっていうのを見てます。これはこれコルギストーンって言って、あの顔のマッサージするやつですね。撮影に向かう前とか、まあ、朝起きて移動中とかに結構もう首をこうやってほぐしたり、この顔の周りをゴロゴロするとめちゃ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 顔すっきりします。こっち側でこうマッサージしたりとかして、本当にこれはもうお正月もバリバリ大活躍するアイテムでした。これいつも持ち歩いてます。これとコルギストーンと、これは私が愛用している香水です。ディプティークのサンジェルマン34なのかなっていう、このオードトワレを使ってるんですけど、ちょっとこうパウダーっぽくてちょっと木っぽいのも入ってて、なんかこうユニセックスな香りがするんですよ。それが結構すごい好きでこれ愛用してます。ハンカチ、ヨージアのハンカチ、まあ、地元が滋賀県っていうのがあって、まあ、京都近いので、まあ、ヨージアはもうすごい馴染み深いブランド。このハンカチでちゃんと手洗って拭いてます。あと愛用のイヤホンはこれ BOSE。 これは私もともとランニングが趣味で、やっぱ音楽聴きながら走ったりとかするんですけど、公園の中をで、ずっとワイヤーありのイヤホンで走ってたんですけど、それを見ていた夫のヒロ君がワイヤレスの方がいいんじゃないって言ってくれて、いつだっけこれ、去年のクリスマスプレゼントに買ってくれたやつです。すごい音良くてフィットするしめちゃめちゃ愛用してます。でこれが持ち歩いてるブラシ、これはラブクロームっていうブランドのくしで、あの静電気をなんか除去してくれるんですよ。なんで冬の間とかやっぱ乾燥してすごい髪とかすごいじゃないですか静電気でも、これで髪を解くとすごく落ち着くので、これはまあいつも持ち歩いてます。筆ペン筆ペン持ち歩いてるんですけど、これはなんでかっていうと、収録とかで皆さんと共演した後にスタッフの方にちゃんとお礼っていつも言えなくて、なんかありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様ですって言ったままこう楽屋に戻っちゃうんですよ。でいつもこう打ち合わせからいつもお世話になってるのにちゃんとご挨拶できなかったっていつも思うので、こう帰り際にこうなんかこうメッセージを楽屋に残して帰るんですけど、それ用の筆ペンですと、まあ、フリスクネオエチケット、あとこれティッシュケース、ティッシュケースなんですけど中にいろいろリップバーム、これはエルバビーバっていうとても体に優しいリップで、妊娠中の人でも全然刺激を感じないって言われているリップバームと、お姉ちゃんが手作りでくれたこれはオイルのオイルスプレー、あ、何のアロマスプレー、これお姉ちゃんがアロマテラピー検定を去年取ってて、そこからめちゃめちゃこういうのを作ってプレゼントしてくれるんですけど、もうめっちゃ癒される。緊張した時とかちょっとあここ匂いが合わないみたいな時とかにこれをすると本当に癒されます。とこれはサニタイザーですね。これはもうアルコール除菌必須、本当インフルエンザとか流行ってるんで必須。これはネイルのここに塗るオイルですね、ネイルオイル、乾燥の時期なんでこういうとこにちょんちょんって塗ってこうやって爪を保湿させてあげてます。あんましてなかったんですけど、やっぱりネイリストさん仲いいんですけど、ネイリストさんにちゃんとやってねって言われるんでやるようにしてます。やらないとネイルサロン行った時気まずいんで、やってなかったでしょうってバレちゃうから、ちょっとやっとこうっていう感じで、ティッシュですね。あとはリップを、まあ、持ち歩いてて、まあ、まあ3種類ぐらい持ち歩いて、まあ、なんかその日の気分で塗ったり、今日はこの色にしようとか遊んでます。リップ必須、はい、こんな感じです。もう全部出しました。はい、というわけで今日は私のバッグの中身を公開しました。
どうでしたか？妊婦っぽかった？意外と収納力があってびっくりした。私がびっくりしたっていう。でも本当になんかこう改めて自分のバッグの中身を確認できて、なんかすごいなんかいい1年の始まりです。なんていうの、でも本当にあの、ま、子供の名前も、まあ、ちゃんと決めたいし、母子手帳も持っとかなきゃいけないし、なんか体も温めなきゃいけないし、で荷物は多くなるんですけど、でもなんかそれも幸せな、なんか重みだなとか思いながらいつも背負ってます。なんかこの中でもなんか特にそのなんかコルギストーンで使ってるその美容器具の話だったりとか、なんかやり方だったりとかも、なんかそういうのもお伝えしてもいいのかなっていうふうに今紹介しながら思いました。まあ今日は普段使っているバッグを紹介したんですけど、まあ、今後は母になるので、まあ、マザーズバッグとかお仕事の時に使うバッグとかいろいろ多分紹介できるものが増えてくると思うので、そちらもぜひ楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで今年一発目の配信でした。楽しんでもらえてたら嬉しいです。今年もたくさん皆さんに会えるように高橋優頑張っていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。もしこの動画いいなって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただければ幸いです。そして、ブログ、インスタグラム、ツイッターもやってるので、概要欄からぜひ覗いてみてください。それでは皆様、あの2020年もよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。